なんかさ、そういえば、そうだ、そういえば、そうそうそう、この前の山夏レリオの後にさ、リツイートしたんだけど、山の喋り方って英語の文法に似てるらしいよ。なんか配信が終わった後、ナチとちょっと喋っててさ、ナチュがさ、急に笑い始めてさ、なんだろうって思ったらさ、カルタさんの文法が英語に似てるらしいです、みたいな。じゃあ、山、英語得意なんじゃないって言ったら、そうですよ、英語は文法が大事、文法でみんなつまずくんですから、みたいな。なんかこう、バカにしてるのか、本当にすごいと思ってるのか、中間地点の答えが来て、笑っちゃった。これってもしかして、なんか、そういう感じ、なんかこう、これあれかな、山が車に構えすぎてんのかな、これ、バカにされてると思って。どっちだろうと思って文法でみんなつまずくんですから割と鋭かった。ちょっと鋭めの回答きた。そう、ナチュだから本当に思ってそうだから何も言えない。一瞬新手、なんか煽りかとは思ったんだけど、新手の煽りかとは思ったけど、多分ナチュはね、本心なんだろうな。いや、わかんない。私あんまり英語文法でつまずいたかな。でもなんか、確かに、何々するね、何々で山が、みたいな感じなの。確かに山って。な、そう考えると、山の、いつもの喋りに英語をフュージョンさせていけば、なんかこう、文法をきれいに収まるんじゃないっていう。